はあ、何も考えるな、はあ、後先とか、はあ、全体のバランスとか、はあ、何も気にしなくていい、はあ、お前がやりたいこと、試したいこと全部受け止めてやると、はあ、言いたいところでしたけれども、はあはあ、私も2敗、はあはあ、土俵際いっぱいですので、そんなこと言ってる余裕はありません、はあはあ、楽しみにしていたものは事実ですけど、明日の試合を、まあ、困難な状況でも、公式戦の息をはみ出た、そして逸脱した、公式戦全何十試合あるんでしょう、全部終わった後に、ピックアップとして誰かの心に刺さるもの、そういうものをやってこそ2連覇する意味があるんじゃないでしょうか。スーパージュニア中盤戦、後半戦が面白いですよ。ここからまくってきます。ちょうど去年の今頃、あの櫛田ベルトに絡んだり、スーパージュニア取ったり、俺はあいつの活躍をね、アメリカで、まあ動画を通じてだけど見てた。でよく考えたよ、どうしたらこいつに勝てるんだって、いろんなことやったよ。充実言ってみた、 MMA の試合出てみた、その結果、試す場所まさに明日だろ。でっけえ壁かもしんねえよ、櫛田。超えるにはでっけえ壁かもしんねえけど、でっけえからこそ超えがいがあるだろう。